何がどこに入んだ。あ、ね、それぶっ壊れたら終わりだから。ちなみにパソコンって付属品感すごいけど。これが本体なの。分かった、来人間違えてた。押しますね。え、やっていきます。意外とうまくないか。こんにちは皆さん、見えてますか。というわけで、早速本日は PC の組み立て配信をやっていきたいと思います。今回は ASUS さんから出ているゲーミングシリーズ、タフゲーミングシリーズを送ってもらったので後でお見せしますね。そちらを組み立てていきたいと思います。ということで、ついにスタミジャパンもね、パソコンを組み立てるというわけなんですけれども、できる気はしていません。ライジンがちょっと経験者なんで。大昔よ。マジでちょっとやそっとの昔じゃない。まあ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 、でも経験あるんでしょ。え、本当に一から作ったの。あるよ、あるある。ということで、今回の配信で作ったパソコンをライジンが持って帰って、後日その PC を使ってね、ライジンが配信するという流れなんでね、今回完成しなかったり失敗したら、終わりです。そもそも企画倒れと。まあ、まあ完成までは持っていく予定ではあるけど、うん、やっていきたいと思います、はい、というわけで、俺的にはちょっとビビってるんですけど、ぶっちゃけ俺もっとパーツ少ないと思ったから。いやでもだいぶ少ないんじゃない。これで少ないの。これ少ない気がする。ちょっと見せてあげて。はいはい、はい、こんな感じで、パソコンの、まあなんかでも部品式ケースから何から全て送ってもらいましたというわけで、これ見てお前いける気がすんだね。うん、全然。まあでもこれ右側はこれ周辺機器だから、こっち側マウスとかキーボードとかタフゲーミングシリーズの、うん、ここがね、そう、もう全部、ね、そう、ここ真ん中半分で分けちゃって、こっちはこっちで作り上げるわけだ。そうそうそう。まあ目標時間は、今から2時間。まあそうね、2時間あれば、まあ、テキパキやれば組める多分、うん、普通目標は2時間でやっていきましょう。早速やっていきます。はい、今回はこちらのケースを使っていきます。タフゲーミング GT502 シリーズケースでございます。こちらを使って今回は組み立てていくんで、どうぞよろしく。あ、てか持ちやすいのいいね。そうね、ここで持てるね。いいな、普通に持ちやすいのいい。全てのパソコンに搭載するべきじゃない。これ持ちで。持ちってあるのよくない。結構大きいね。あとこれタワーの中でも。あ、そうなの。うん、いやだって横がでかいじゃんこれ幅。このはい、あ、はいはい、あ、ここまでなくない。こんなもんじゃない大体。なんかさ2段階に分かれてんだけどさ、中この裏は配線ってこと。何がどこに入んだ。分かんないんだけどマジで。まあ一回俺が次に使うと思うものから紹介していくわ。そうね、それがいいと思う、うん、最初はこれだと思う。重っ。ケースの次はこちらでしょう。電源ですね。タフゲーミングパワースプリーユニット、サプライユニット 1000W ゴーロ。電源の、うん、このゴールドってあるけど、なんかいろいろあるんだよね、うん、シルバーとか。はい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 、それのランクみたいな。なんかゴールド最上級、いいやつの。あ、マジすごい。ほらこれ、この配線の量が危ない。これもう危ない、これ危ないな。これ買っちゃうよ。ここでもうバチンとかないよね。ない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 よね。俺どの段階でさ、なんかさ怖い、ね、コンセント繋いでないよね。電源こうなってんだ、いいね。なんかデザインが、うん、普通なんか電源って もうちょい無機質なんだよな。まあ俺が知ってるのもそうだね。最近の電源って感じする。デザイン性に優れてる。いいね電源って。まずこいつのシステムが分かんねえぞ。これはなんだ、どう開けるんだ。ん、なんかネジみたいなのないけど。あ、あ、あった。でも最近のやつはネジなくても取れるやつ多いよ、うん、あ、じゃあスライドかこれ。あ、来た。はい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 。でこちらの電源ユニットがフィットする場所を探していくんだけど。そういう仕組み。そうだよ。この電源のこれがさ外に出ないといけないといけないわけじゃん。それはそう。そうでしょ。それはもちろんそう、うん、
あ、こうか。ちょっと、むずすぎる。電源を入れる場所がもうわかんない。これマジで2時間じゃ絶対終わんねえ。これあれだな、猿のパズルゲームだった。これはまずい。は？だってこれが外に出ないといけない。じゃあここか？ここしかないだろ。どういうことそれ？どっから俺はケーブル通すのそれ？これさ、これさ、説明書ないの？あるよ。あるよね。もちろん。だってお前一番最初に見せたじゃん。これ、そうか、箱の説明書を見ればいいのか。この持ち手助かるね。助かる。これだ。同じ。うん。わあ、開けやすい。助かっちゃうな。視聴者に見せるわけ。ほら、こうなるわけよ。カコンつって。まあ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 、まあうん、そうよ。そうよじゃねえよ。そりゃそうだ。俺以外は分かってるみたいな言い方やめろや。明らかにここすごいフィット感、はあ、シンデレラフィットした。うん、マジでフィットしてすごい。ここでは、ここのために使えてた。うん、楽しいかも。いいね、うん、これ一回やればね、人のやつできるようになるから。あ、そうだね。俺が作ってあげればそう。これ多分エースさんもビビってるよ今。意外と順調だなこいつって。でも誰でもできるような製品じゃないと困るよ、うん、あ、そうか。これスタンミジャパンでもできますよじゃないの、宣伝としては。まあ、自作難易度的にはそうなってる、ね、自作難易度的にスタンミジャパンできんだら俺にもできんだろう狙ってエースさん俺に投げたんじゃないこれ。ネジ止め終わった、ネジ終わりました、終わりました。4箇所終わったら、はい、次はね、一旦ケースから離れます。マザーボードに手が出ます。マザーボードですか、もう。はい、はい、今回使っていくマザーボードはこちら、タフゲーミングさんのマザーボード Z790 プラス Wi-Fi D4、 見方間違ってない。いや、まあ、頭すげえ最近だってこいつがね、結構ね繊細ではある。どういう面で？いろいろ、いろいろな面で繊細ではある。繊細？まあ、ビビらせんだよ。違う、ケースみたいな扱いをしてるとまずいっていうぐらい、うん、すごいデザインするのすごいね最近って。かっちょいね、結構。ほらほら、かっちょい。こちらがもう最初そっち側だけど、一旦これにいろいろ乗せていく、まず。あ、そうなの。つけてからだと、だってそうか、そうか、ケースごと動かさないといけないから、めんどくさいから。そうか、こいつがまあまあ大事よね。まず CPU からなんだけど、うん、書いてある説明書通りに行くと、はい、CPU ってどれだ？あれ？これ CPU ないわ。なんかなさそうなんだけど。わかる。なさそうじゃん。なさそうな雰囲気ある。CPU。CPU なかったらパソコンで動かない。まあきついね。まあきつい。この中もう入ってたりする。じゃあ一回解剖してみるか。さすがに効かないね、ここに入ってるっていうのは。最初から入ってるはない。まあでも開けてもいいよ別に。開け方はこれこう、あ、力強くやらないでね。それぶっ壊れたら終わりだから。ちなみにパソコンって分かった。入ってない。 CPU 入ってないね。え、このパソコン組み立てる配信で CPU とメモリーないことある？そう、こんなことある？先っこも進めないっすよね。あ、もうこっからはもう何にも進まないっす、うん、え、ちょっとたつさん。どんなもん、どんなもんの、明らかに少なかったんだよ一番最初は。あ、はい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 、少なくね。俺最初に最近のパソコン組み立てるの部品少なくなったからなって言われたから、ああ、じゃあなんかいろいろごっちゃんこになってんのかなとか思ってたら、さすがに少なすぎた。少なすぎる。ああ、なるほどね。なんで PR 配信でやっちゃうんだろうね。これがスタミジャパンなんで、これも込みなんで。いや、お前ほじょう、なんだろう、あのパソコンに必要なもの言ってけよ。知ってるよ CPU って必要なのは。今取りに行ってんだろ。
黙っとけシステムの7割ぐらいが存在してない7割存在してない7割どれがなくてもダメなやつだどこでも欠けたらダメなんで君たちあんのパソコン作ったことある。パソコンってなんかさバスとか変えたりするやんね。俺もやったことあるのがメモリ交換とグラボ交換と。グラボもあるの？あるよグラボあるよ。俺 CMOS クリアをしたことがあって。 CMOS クリア知ってるお前CMOS クリアお前らできんやん CMOS クリア。そんなマウント取れない絶対できないよこいつらに。メモリもね32ギガだったんだけどちゃんと刺さってなくて1年ぐらい8ギガでパソコンやったもんね4本中3本刺さってなくて配信おめえなとか言って気に足らんのいやこれあれだよロール配信のすごい強いとこだから。あ軽くて軽くて気づかない違う配信をした時気づくんだよ。なんでこれが浮かんの。そんな僕でも今回できちゃうっていう、まあ、できちゃうっていうかまだちょっと未知数ですけれどもできるだろうスタート赤で不安ですけれども、ね、パーツ確認を行いたそれとお願いします。しますか。まあでもパーツ紹介パパッと終わりますよこれ。うん多分なあるものが少ないからねARGB ファン TF1220 です。こっちも同じ名前のことあんの。でかさ3個セットだと思う。ああそういうことね。はい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 、はい、4箇所つける。次こちら、これのファンですね。 CPU を冷やすやつ。ちょっとなんか手滑ってやべえことになりそう怖いね、はい、簡易スレ。うん分かんないよログストリックス LC2360 ARGB です。こちら水冷のじゃーん。そこどこを見せればいいの。ネット板のデカさがエラさん。ああこれがエラさんなんだ。それ、はい、それがデカければデカいほどこんぐらい偉い。こんぐらいです。はい、これすごいんじゃない。 GeForce RTX4070 タブゲーミングさんグラフィックカード4070までいっちゃったんだね。グラフィックボードの時代はさ。うーわほらでかすぎない最近のグラボ。でかいね。でかいやろこれは。やばいぜ。ほんとだ光沢すご。お前これぶち込んでいくわけですね。で以上っしょ多分ちょ周辺機器は全部あるんだけど、うん、まずヘッドセットだね。ダフゲーミングさんの H3 ワイヤレスヘッドセット。これマウス、あ穴開いてて軽いやつだ。あるよね最近、うん、ダフゲーミングさんの、ゲーミングマウス M4 Air。 はい、ダフゲーミング、マウスパッド P1 ダフゲーミングさんの、キーボード K1。 じゃーん。タフゲーミング、キャプチャーボックス FHD120。 これいいなマジで無線 LAN ルーター Wi-Fi ルーター、タフゲーミングさんの、AX6000 でございます。ルーターまでありますと、うん、ルーターまで出してますよと。ゲーミングルーターって強そうでいいよね、うん、強そう。実際強いんだよ。より全然強そうだもん、うん、早い以上となっております。まああとモニターあるわ。そういえば VG24991A。 あ VG のやつ。そう、あ俺使ってるやつかもこれ家で。へえ2台あります。2台もらっちゃったっていう話これね。はい、事務所になかったらウケるよな。あんのかな。まあ確かにある。ねえやめてその顔を壊した。もうえマジマジマジ買いに行くマジ
足りないパーツを買いに行くのとこも自作にはあるけど、そこまでやっちゃうんだね、俺こんなにいっぱいは買わないだってほら、よし買いに行こう。マジでマジ出るようになった。あれどうしたの。俺今カッタイさんの顔の色だけ見たいけど俺も見たい俺も見たい、マジで。今からビッグカメラに行きます。配信激変さんでやらせてもらってる強みでもあるし、ね、あそこ家で配信しててアクシデント起きたら今から買いに行けんだっすね。スライダーマンマンすごいでしょ。でも今すっげー家帰りたい気持ちで。やめろお前、口を閉じろ。はい、ビッグカメラちょっと到着。あれもう終わりですか。終わりです。おお、全部。はい、これの量で済んだんだ。メモリとディスクと。すいません、気をつけ使いました、ごめんなさい。アクシデントもあり、まあ、結果パーツを取り揃えることができました。買ってきたのがこちら、インテル Core i7-13700 です。はい、まずこちら、これがなかったってわけ、さっきまで。はい、SSD も買ってきました。じゃあメモリは何ギガ買ったの。これ 16GB×2 ですね。これで足りるの？俺わかんないんだけど。足りそう、多分。というわけでやっていきましょう。CPU の取り付け。はい、来ました。ちょっと待って、こっちしないで。これどう？はい。うん。あ、それいらない。あ、それはほっといていい。あ、それいらない。どういうこと？これがいらないって。それ使わない、ね。それクーラーなんだけど、これが普通買うとついてくるクーラーで別にいらないんよ。これ CPU？ これ CPU？ 付属品感すごいけど、これが本体なの？もうちょっと入れ方ないの？これ。ここかな？見せるか。こっちの左側の。俺。先見せる。俺。これはここに入れんだ。あっち？あ？ちょっと笑わないでそっち。自分を信じるなくなる。こうだ。あ、そう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 、そう、ね、そういうことよ。お前分かってんだったら言えよ。え、ちょっと待って。待って、大丈夫か。今なんか力ずくでやばい。あ、はい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 。これが外れんのか。こんな近いいる？大丈夫？いいって言っちゃう？グッと言っていいんだよね、ここは。そこはパワーだって。待って多分行きます。ていっ、 OK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  怖っ。メモリはやったことあるんだよね。2本ずつ刺すんだよね、こういうのって。そのこの色と同じとこに。あ、そうなんだ。じゃあ黒でいきます、今回俺。そういう話じゃない。そういう話。いや、いいよ、いいよ、いいよ。きました。最近のやつはね、パカってパチってなってくれるから。うん、なってくれた。でもすごい取り方したね、今。行きたくないから。これ一人でやるとかやばいね。一人でやったらよかったね。いや、やばいね。まあそうだね。危なかった。これ SSD。 はい、そう、最近流行りのやつだね、 M2。 へえ。これか、ここかな。どこや。はい、見つけた。はい、お、こんな、これいいの、これ。ニョンニョンニョンってなるけど、これ大丈夫。いた、なんか斜めってない、大丈夫。いや、行けばいい、とりあえず。そんなことある。いや、止まればいいんだよ。そうですね、小さい方がメインっぽいですね、うん、これ多分 M.2 のこれ1型じゃなくてもっと小さい。基本的にあれですね、CPU に近い方が早い。へえ、はい、SSD つきました。次何やります？次何やりますって聞かないでよ。確かに、うん、取り付けです。あ、ついに。はい、わかりました。で、ま
ザーボードのネジ B のネジが9個これだね多分、はい、この中から同じ種類のネジ9個了解。よし止まりました配線だけ取り上げするか配線電源の配線が良さそうケースの配線ですね。よいしょつながりました、はいはい、これをこっちに出しちゃう。20ピン24ピンメイン電源ケーブルをマザーボードの20ピン24ピンメイン電源コネクタに接続します。文字列って言われても分かんない勝ちて4個行きました。取りました。うん、行った。で、上にあるから上に通してえ、待って、お前変な音したって今びっくりしたボケたな。あボケよ。はい、オッケー。うん、おい、これはこのボックスから通されてる、うん、このボックスなんですかね、うん、今もう刺さっちゃってるな。これここじゃないですね。だからここですね。あ、手触れる。ここだから、まあ、スタミナ刺したやつが違かった。タジエタの向き決めないと。そうなので、俺たちに向きが決められるの。前から吸って上に吐くとか、下から吸って上に吐くっていうの。空気の流れを今のうちにイメージしといた方がいいっす。いや呼吸じゃないそれスタの呼吸。どういうこと吸うじゃないでラジエーターをつけて上にパンかな。うん、見たですね。それだな。多分このうん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 、取れましたか。取れました。それでナイス。あ、いいっす。それで、で届くかどうか、こいつがハマるかどうかをちょっとこう手でポンってつけて、どの向きがいいかなみたいな。あ、もうこれでしょ、まあ、その向きだね、うん、これでしょ、うん、で、グリスか、ここでついに。え、ファンじゃない。違うね全部違えんだよな。はい、閉まりました。いいね。なんかクーラーつけちゃった方がいいかな。邪魔だし、これ、うん、ブラブラしてて。あ、オッケー、いいと思います。ついに了解。これですね。それはい、買った。こんな硬いの。多分蓋ついてる。え、ついてる。これ蓋蓋や。あ、それだいぶ多めですね。ん、まあまあそんなもん。これ多め。いつもより多めに出てます。はい、あの、声出てたけど分からん塗り方が。大丈夫だと思うよ。まあ、うん、まあ、端っこそんなはずなんでし、うん、まあ、水でだし、水でだし。はい、でもシャルさんより丁寧かな。シャルさんそんなに雑だったの。シャルさんなんかよくわかんないパーツで、はい、ガシャンとか言って、なんだこれ投げてた。いや、まあね、こうやって言っても多分最終的には動くよ、うん、全然動く。そう、動く全然動く。自作初心者の人とかがもしこれこうやってても多分動く、うん、もしファンが逆に向いてたとしても別に動くし。なるほどね。もう正面外れてても1分ぐらい動くから。うん、高田さんやったことあるの。パソコンの組み立てできるわけないじゃんそうですね。こっちがファンを回す配線、うん、でこっちが LED を光らせる配線、うんうん、これが3セットあるんですよ、うん、でこの3股になってるやつで理解した。もう理解した理解が入ります。今やってくれっかなと思って見てたんだけどじゃあだからグラボかな。先生こいつです。で、2個ぐらいあれば通りそうだね。外すパネルの位置が…あ、来たよ。でも刺さった。うん、これさ、来てる。
なんか来てるって言いながら横にやんないでよ。こっちの方、いや、どこ、あ、配線ね、配線イメージね、配線今、かき立ってるから、いや、これもう横切ることになっちゃうね、こうだね。いや下でもまあ、下はちょっとさ、美学に反します。俺のなんかここ、こうなんのやだ、これ、ここ、こうなんのやだ、ここ空いてるじゃん、ここ、そこ空いてる、そこがいいよ。あれ、上から、ほえファンかな、取り付けが、次これか、そいつら、え、もうさ、そうだよ、え、つけるもんほぼないから、あと配線きれいにして、ファンつけて終わりかな、うん、やばっ、完成やん。おお、わお、ほんとちげえなこれ。上と下に側面か、よいしょー、 OK、 わー、すごい、ここ通ります。なんとこだ、あ、これか、はい、これなに、うわ、これやっただろこいつ。あ、なんか言われてるかな。あ、こっちがわからん、これでしょ、うん、ずっと引っ張ってるやつは何、サミ、それこれが、これが、うん、真ん中がマジでいないの。は、わかったらいいじゃん、間違えてた。一個ずつ全部ずれてる。マジでわけわからん。終わり。終わった。終わった。終わった。じゃあつくのかな。はい。うん？うん？押しますね。え、うん、ミミンティと、あとこれじゃないかな、これ、あ、それっすね。これっす、これっす、これ刺さってない、これっす。パソコン電気来てない。カスタマーセンターで一番最初に言われる。電源ちゃんと刺さってますか。あ、すいません、これで来るはずだね。あ、行きます。おおおお、すごい、モニターがおお、来た、ついてる、大丈夫そう、感動の瞬間、キーボードもちゃんと光ってる、よかった。でもこんなにカラフルに光るやつちゃんと組み立てられるもんなんだな。表から見るとちゃんとしっかりしてるもんな、配線綺麗で。まあ、初めての作品にしてはいいんじゃないでしょうか。だいぶいい。だいぶいい？時間も早かった。思ったよりは？全然早い。なあ、よろしい。締めにかかります、ね。締めに入る？じゃあ。というわけでね、無事完成いたしました。ということで、作ったパソコンでおうちでゲームしてみてください。お願いします。はい。また詳しい日程が決まったら、ツイッターなどで連絡いたします。ということで。はあ、なんとこのパソコンプレゼントになりました。マジ、これプレゼント、マジ、保証とかないんで、まあ保証はないよ、ファイルは見てない、回ってない、はい、こいつ詳細はツイッターでということで、前面のところにサインを書いてもらいましょう。ああ、なるほど、そこが、はい、大きく下見かけましたんで、見えるか、見えてるかな。そう、今キャンペーン中で、タフゲーミング購入キャンペーンを、まあ、公式サイトで29までやってる、はい、っていうことなんで、今日の配信で気になった方はそちらからチェックしてくださいということです。そうね、してみてください。まったりゆったり PR 配信、パソコン組み立てさせていただきました。お疲れ様。